今日は22年の6月4日です、はい、で今日は昭和記念公園に来て、はい、コスプロケをします、はい、コスプレはね、とある科学のレールが残っておりました、はいはいはい、まあ、2回目ですね、うん、そうね、ここはね、そうで今回は自転車とか使いません、うん、はい、まあ、歩きでね、うん、全部ね、うん、まあ、店内を巡ろうかなと思います、うん、はい、じゃあ張り切って行きましょう、えいえい、おじゃあね、はい、園内を散策しますとかね。で、まあ、一応写真撮影の今、ここで撮っちゃったんで。やったね、ここでね。まあ、万が一ね、うん、あの、ほらね、この後ね、うん、いいとこなかったら、うん、これでね、完了できるんで。あ、まあ、そう。まあ、いいとこ行ったんでしょ。まあ、あれかもね、この辺が広いから。あ、なんか電車の乗り物みたいな。あとであれ乗ろう。マジで？いやいや、いいでしょ。コスプレして、いや、いいよ。持ってみた。それであんな歩った方がいいよ。うん。まず、この花畑みたいな。そう、行ってみるか。その奥にあるからね。そう。はい、でこっち側が自転車道ね、うん、前来た時、そう、前来た時、そう、走ったね、そう、今日はチャリ乗らないんだ、そうだ、うん、あ、そうね、前回ツーハートで来た時、そうだね、じゃあ右行こうか、あ、そこね、行って、そうするとみんなの原っぱ行くから、うん、あ、そっかそっかそっか、じゃあ右行って、うん、いいかな。これ外しちゃうか。なんかマウスシールドにしちゃっても。マジで俺持ってきてない。あ、持ってきてねえか。うん、あ、自分マウスシールド車だな。あ、でしょ、俺も車。いいよ。だからなくてもいいじゃない。ここなら、うん、あんまり人とね、うん、密集してないしね。ごめん、無理。ちょっと待って、自分も外す。はい、じゃあ、うん、行きましょう。そう、だってマスク、まあいいか、大丈夫だってやるけど、いや、やんなくていいってさ、政府は言ってんだから、言ってるよ、あの人と、まあ、距離が取れてたらね、そう、うん、しなくてもいいっていうようなんですね。いいよ、はい、行きましょう、行こう、大丈夫、すごい密集してるわけじゃん、うん、じゃないから、ないから、うん、コスプレの主催もさ、こういうの見直した方がいいと思うよ、思うよ、うん、熱中症になっちゃうよ、こんなんやったら。犯罪はしないよ。アジサイソーダ650円。マジかよ。この大きさで650円。ああ、いや、そんなもんだよ。あ、まあね。だってあのほら最近あの孤独のグルメ見てるけどさ、うんうん、やっぱいい値段するもん。あ、する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 。なんか、うん、するよ。そう。で、ね、五郎さん頼んじゃうよね。頼んじゃう。そう。すごいよね。すごい、なんかあのスイーツとかも結構食べるじゃん。結構食べる、そう。あ、じゃあここで撮るか、あとちょい行ったら。あ、そうだね。あ、これもあれだね、あれでしょ、あのホッピーとかでしょ、うん、ホッピーだね、うん、じゃあ暑いからさ、うん、そこに引っ掛けてやろう。あ、そうだね。ね、一応ね、あのみんなの原っぱのとこまで、うん、来ました、はい、ここでね、あのまま、うん、やったね、今日はちょっと暑いんで、うん、ちょっと待って、じゃあギア、はい、じゃあとりあえず、うん、行きますか、はい、一応こんな感じ、まあ一応ここな、いいよ、こっち行こう、うん、ダメだね、一応こうね、こんな感じね、はい、まあお花畑、まあどこでもとは、まあ、ありますな、ね、まあいいか、前回撮ったから、うん、前回撮ったからいいや、うん、まあ帰りまた寄ったら、まあそうだね、うん、はい、どこでもとは、ね、あれ暑いね、暑いよね。
て、もう早く帰って帰って、俺もビール飲みたいんだよ。ビール飲むのが楽しみでしょうがないんで、今日1週間我慢したからさ。だからもうお姉様、そういうことばっかり言わないの。いいのよ黒子、いいのよ、お酒しか楽しみがないのよ。もうお姉様だからしょうがない。これ今日も付き合いなさいって、黒子今日も付き合いなさいって、ね、あいつら多分あれで OL になってもね、あの2人で一緒に住んでね、あの女子寮のノリでノリとやってそうやってると思うね。そう、それであれできっとあのお酒持ち込んでさ、そうそうそう、それで黒子今日も飲みなさいってさ、もうしょうがないですよね。でそれ黒子、それでお姉さんは何でもなくてさ、黒子はさ2日酔いになってさ、そう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 、おえーってさ、おえーってね、まだ飲むわよ、飲むわよって、もう飲みませんよ、でも結局は黒く酔っ払ったらきっとあれで、表現するよ。あ、表現するね。もうで、泣き上戸になって、もうしょうがないわね、みたいな。ねえ、さあまあ。しょうがないわね。いっぱいだけですわよ。いっぱいじゃつまねえよ。一生瓶あげちゃうきっと。腹っぽい。中央売店。あ、そう、ここはそうじゃない。あ、そうだそうだ。売店。あれそう。あ、なんかあれだね。ここで遊べるような。そう、道具がいっぱい置いてある。道具が売ってる感じだね。じゃあここで買ってなんか遊ぼう。やるな、暑いよ。暑いね。暑くてやるね。ねえさ、まあまあさっきから暑い暑いってばっかり。そうそう。焼いてもう。帰ったらビール飲みたいのよって。本当は帰ってビール飲みたいのよ。入ってビール飲んで次回は日本しようって。もうね、たま蓬莱買ったから。蓬莱いいのね。買っちゃったよ俺。じゃあいいや、そっち右ね、うん、右行くと、あ、なんだっけ、日本庭園だ。日本庭園だね。あ、そうだね、そっちに当たりましょう。そう、まあ行かなかったじゃん、うん。しまっちゃおう。あのさっきじゃん、うん、外人なんかもう堂々としない、うん、他の人と休める人いるで。そう、じゃあここ行くか。ここ前回行きそびれた場所。あ、そうだね、そうだね。うで、ここがあの日本庭なんですよ。はい、そう、そう、前回ね行かなかったの。俺間違えてさ、全然違うとこ行っちゃってさ。そう、なんか獅子おどしみたいなのが。本当だ、貝原雄山とか。そうそうそう、なんか出てきそうな料亭だよね。はい、なんか美味しいものね、なんかね、なんか料亭っぽいわ。そう、貝原雄山が本当出てきそうな。そう、出てきてさ、あの老害な。そう、老害。そう、そう、お前老害って言葉知ってるかって言ってやりたいよね。なんか言ってやりたいね。お前ちょっと待って、お前老害になって。そう、はい。服610円。まあそんなもんだよ。うん、お茶とアイスのせ。自分もね、おいしん坊最、まあ、見始めてね、ハマ、うん、ったんだけどさ、本当にあれ老害だよ。老害やな、本当。貝原行く。貝原行く。まあでもなんかこういう風景も、うん、なんか悪くない。なんかいいもんですな。うん、結構こうプロがね、そう、現れるっていう。そう。ああ、確かにいいわ。あ、なんか小川みたいな。本当だ、小川っつうのか池っつうのか、うん、沢だね。うん、沢だ。あ、竹だ。海ね。竹、ああ。はい、ここがね、ほら、あ、池だ、池になってる。うん、ああ、いいね、いいね。なんか写真撮るなら撮るで。あ、撮るか。じゃあ、ちょっと下降りて、うん、うん、あ、ここでじゃあ、うん、撮りましょう。はい、一応こんな感じです。で、一応ね、日本庭園、はい、そうね、前回ね、そうなかったんで、そう、勘違いして、ね、来れなかったんですよ。はい、まあでも前回はね、自転車に夢中だったんで。そうそうね、サイクリングがサイクリングだったからね。そうね、じゃあいいや、まあこんな感じですが、うん、はい、で、ここでちょっと撮って、あと休憩もね、うん、したんで、うん、そうね、まああとはもう、あのちょっと動いて、うん、ちょっと、じゃあ撮影再開、うん、撮影再開で、はい、で、ちょっと、うん、
ここはもう島、あの橋と渡って、うん、でも先にね、まだちょっと1箇所あるんで、うんうん、そこ行きます、はい。ここなんか綺麗な水だね。あ、ね、清流っていうのが。あ、まあ、いい ね。あ、で、これかと思ってみる。そう、うん、まあ、ここから水が、うん、止水だと思うけど。あ、まあ、止水か。止水だよ。あ、止水か。うん、止水。いいね。まあいいな。なんかティラーも。そう。ここで本当撮りたいけど、うん、ここ撮りたいけど、ちょっといいよ、ナス撮ってあげるよ。ああ、ここのね、橋のね。そう、真ん中でそう。撮ってます、ね、うん。はい。ああ、お姉様、いいですの。はい、まあこんな感じですな。はい、じゃあ行きましょう、はい、出れないんだね。じゃあ日本庭園一回出ましょう、うん、出ましょう。他の水場所のところは、あ、トロ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 、ちょっと一回、うん、はい、じゃあ日本庭園おしまい、うん、おしまいですな。はい、はい、ちょっとこっち行ってみようか。あ、そうだね。はい、以上ね、美食クラブの庭。そう、庭でした。なんて言ってんだよ、あんなとこ。絶対あんなとこ、俺、唾吐いて帰る、きっと。本当にね。こんな国どう来るかって。こんな国どう来るかって。みたいなって。こんな感じで。本当だよ。それ、貝原雄山の切れ方だから。あ、そうだね。そうだね、そうだね、そうだね。そうだね、そうだね。そうだね、そうでした。すいませんでした。本当だ。まさに老害が老害になるっていう。まさにミイラ取りがミイラで。そう、本当にね、ミイラ取りが。ミイラ取りがミイラ。ミイラになる。だからそうやってみんな老害になってくるでしょ。そうそうそう。きっと老害が老害を真似するっていうかさ、負の連鎖だよ。そう、本当にね、気をつけないと。気をつけないと、そう。ね、本当。本当だよ。そこ中入ってみようか。おう、あれ。ちょっとあんま誰もいないし。うん。あ、一応こんな感じ。はい。あ、今こんな感じ、うん、はい、こんな感じですな。はい。で、船も置いてある。あ、本当だ。なんかきっとイベントで使うんじゃない。あ、かもね。かじゃあちょっと乗ろう。いや、であれ乗れないでしょ、きっと。無理か。なんか水入ってるじゃん、あれだ。あ、本当だ。きっと飾りだ、飾り。あ、飾りだ、ね、ただの。じゃあ出るか。いい、ね、あ、いいね。ちょっと撮るか、眺めも、うん。はい、じゃあ出ましょう。はい、出ましょう。ちょっと戻る感じだね。うん、戻る感じで。はい。まあいいね、日本庭園よかったね。よかった。うん、次は木漏れ日の里に。そう、木漏れ日の里だね。はい、お尻ペンペンしてないかも。これお尻ペンペンです。お尻ペンペン、お尻ペンペン、お尻ペンペンされるのかと。そう、ちょっとギョッとしたね。一瞬でなんか。そう、はい、ということでね、はい、木漏れ日、そうそう、これ、はい、木漏れ日の里ですが、はい、なんかハスかな、これは。ハスだ。これハスね、食べると美味しいんだよ。そう、美味しいんだよ。美味しいよね、食べれるよね、確かね、うん、俺適当なこと言ってるよね。食べる食べるよね、そうだよね、うん、たまに私適当なこと言います、舌が折れって、うん、そうね、それはもう今からあの認めます。うん、たまに、ね、坂田順次張りに、そう、坂田順次張りに、そう、本当に言います、私は、本当に。まあでも面白いからね。そう、そう、後からね、ネットで調べるもん、俺適当なこと言ってないかなと思って、ね、うん、意外に合ってるんだよ、本当に。そうそうそう、そう、なんかマスクしないと気持ちいいね。あ、気持ちいいよ。本当に。うん。セスするよ、本当に。うん。マスクなんて冬だよ。冬場だね。やって、そう、やって冬場だよ。もうみんなね、そんなに気にしなくていいと思うよ。と思うよ。入るこの。入るか。
釜洗いっていうの、ね、釜洗い釜を洗う、すごい、なんかめちゃくちゃここすごい家だね。で、なんかすごいちょっと白タバコっぽい感じもするよ ね、こういう、そう、これあれやん、本当にあのちゃんと白タバコ、白タバコ行くときまたこんなとこ行くからね。そうね、そう、白タバコこういう建屋が多いから、そう本当なんか、あ、入り口専用入ってるよ。あ、なんかかまどとかありますね。すごい、あ、なんかいろりやってますね。かまだ、かま、かまど、たらし、いいよいいよ、来ると思ったからいいよ。あ、まあね、うん、あ、はい、ほら、白川郷行った時にさ、あ、カイコのあれだね、うん、こっちこっちね。まあ、でも、いつの産業だよね。まあ、そうだよね、産業ね、こういう絹を作る。じゃあ、いいや、出よう、はい、ここなんか蔵、蔵だね、旧石井家、うん、住宅内蔵だね、らしいです。ここ開いてる、うん、入れない、そこ入っちゃダメ。あ、本当だ、入れないね、うん、じゃあいいや、出るか。なんかこの1階だけでも本当に暮らしみたいな、うん、これはね、土地暮らしの、あ、だね、シオンの待ち合わせのね、あ、ミオンか、ミオン、ミオン、ミオン、そう、間違ってたよ、思いっきり間違ってること言ってたけど、なんかね、ミオン、ミオンね、ミオンね、そう、ミオン、そう、しかもミオンって最後の方はちゃんと合ってるしね、初めはシオン、シオンって言ってて、最後の方はミオンってさ、なんかね、あれ笑ったよ、そう。こっから出ちゃおう、出ましょうかね、うん、はい、じゃあ以上、モーレビの、うん、里終わりでしたね、うん、はい、じゃあそっち側行こう、うん、それで一周して終わりでいいよ。だね、あ、これすごい綺麗じゃん、いい、ね、あ、ちょっと写真撮ろう、撮るなら撮る、撮る、撮る、じゃあ写真を、まあ、前回来なかったとこは、そう、うん、一通り回った感じだったら、うん、ったらあとはぐるっと待って、うん、ちょうど今ね、園内の上の方、うん、上の方のとこで、それでこれ こっちね、半時計回りでね、うんうん、また戻っていく感じでいいと思う、はい、あ、そうだね、そうで、最後はまあみんなの原っぱのとこ行ってもいいけど、あ、そうね、あ、ちょっと写真撮ろうか、あ、そうだね、撮ろう、これで終わりかな、あ、そっちでいいか、そっち行く、うん、よっしゃ、ボンボが、うん、すごい、そこでなんか写真撮るから、ああ、撮るか、ちょっともうちょい行ってみよう、あ、どこでもこれもっとあるね、白い、じゃあそこ行くか、行こう、人いないし、あ、めちゃくちゃいいとこやん、ここ、あ、いいね、いいね、あの場だと思うで、はい、はい、ジャッジメントですの、はいはい、はい、ね、なんかどこでもドアみたいなドアがあったんで、ね、そう、うん、あちこちにあんのよ、こんなの、はいはい、来ました、はいはい、はい、どこでもドアだけど、うん、どこでもドアじゃないよ、まあね、うん、枠ね、はい、お姉さま、すごい、なんかいいですの、ここだね、うん、なんかいいな、ちょっと、うん、上がってみようかな、なるほど、これでネタ撮影できたやろっか、ちょっと、いや、ちょっと行こう、行くかね、ここで、あ、ここでも行くか、うん、
はい、じゃあここにしましょう、ね、さっち向こう行こうと思ったんだけど、あでもあしておるな、しておるな、しておるな、結構おるな、やめた、うん、こっちしよう。でね、一応さっきのね、あのここで元は見たいと、まあ、逆に来たんだ、そうだね、一応こんな感じ、はい、ここで元は見たいと、はい、さて、あそうだね、じゃあやろう、おめえ様黒子気持ち悪い、お姉様なんてこと言うですもはい、はい、行ってみよう。こっちほら立川の立川駅ね、あ本当だ、学園都市です、ね、学園都市です、うん、学園都市の街並みが、そう、ね、そう学園都市だった、そう立川じゃないよ、まあ、学園都市ね、学園都市だった、学園都市だった、間違い、立川じゃないよ、立川じゃないよ、学園都市、学園都市なんで、うん、ここは学園都市の郊外っていう、郊外って、そう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 、感じ、そう学園都市の郊外です、ここは。誰だよ、立川とか言ってやるやつは、誰だそれ、おめえだろ俺だ、俺だ本当だ、俺、私でした。あれ、なんか大丈夫かな、戻る、戻る、あー、道に出るじゃん、出る、出る、じゃあそれで、いや、道出ちゃおう、あ、出ちゃおう、ここで出よう、うん、で、これ一周する感じだから、うん、はい、じゃあ子供の森です、はい、おっさんが子供の森におっさんじゃないよ、JC だよ、JC、 おっさんじゃないからね、まあ、JC だね、 JC ですよ、私私たち私たち JC、 そう私たち JC よって、ですの、ね、じゃあ子供の森に行ってもいいですの、いいんだよ、そう、もうお姉さまったら幼稚なんだから、その代わり帰ったら日本酒飲むわよそう、子供の森行くけど帰ったらビールと日本酒を、子供はお酒飲んじゃダメです、いいのよ、終わったらね、あれよ、ビールよ、ビールってビール飲むのよって、あ、こっちこっち、子供の森行って、はい、それでとりあえず一瞬子供に戻るけど、うん、終わったら子供の森ってもしかしてあの一帯、うん、その一帯だと思う、誰もいねえ、誰もいねえし、誰かしらはいますね、はい、この、はい、子供の森、はい、子供だね、まあ、奥もちょっと行ってみるか、せっかく、そうね、なんだ、そんなに大した大したじゃないよね、まあ、そんなもんだよ、うん、本当、子供の森、うちの甥っ子と姪っ子が喜びそうな、うん、喜ぶと思う、いや、喜ぶそう、じゃあ、こっち渡って、うん、あ、こうなってんだね、ね、ここは来てない、ああそうだね、ここのなんか桟橋みたいなのは乗ってないね、乗ってない、じゃあこっち、こっち行けば、じゃあこれでもう終わりだな、ほとんど終わり、うん、全部行ったよ、行ったね、うん、終わったね、そう、うん、あ、ちょっと面白そう、うん、あ、なんか、あ、こんな感じね、そう、真ん中になんか あれがね、うん、渦巻きになって、渦巻きになって、あ、なんか階段の先に球体みたいな、あ、本当だ、行ってみる、まあ、人がそんなにないし、うん、行くか、あ、なんか蛇みたいな、本当だ、すげえ、蛇がね、すごいね、入れる、一応入れるには入れる、ヘビなんだ、月の丘っていうんだね、あ、だね、一応、はい、月の丘、はい、なんかね、こういう、あ、オブジェがあるね、ね、オブジェ、月みたいな、あ、本当だ、月のクレーターをイメージした感じだろうね、そう、クレーターを、綺
きっとこれあれだよ、古代のコンピューターがここに入ってたんだけど。ああ、そうだろうね、そう、古代のコンピューターが。コンピューターがこう入って、きっとここ光るんだよ、これが。このビー玉みたいなのか。そう。これがピューターが。そう。で、上と浮かんでさ、それで、あれだよ、あれ、UFO が、それをこう受信してさ、それで、降りてそう。うちらだね。ね男の人だった。男です。すみませんでした。しかもおっさんです。おっさんです。おっさんです。JC だろ。JC ですよ。じゃあこの辺でセッティングしようか。ちょうどほら、あれだから。クロコ、お腹空いたわよ。お姉様、何を食べますか。今回の動画もこれでおしまいになります。はい、今回は2回目の、はい。昭和記念公園でコスロケしました、はい、よかったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします。それとコメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それではまた。